はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病、闘病生活の気晴らしにね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん、病気や怪我などで失われた体の機能を、ね、取り戻したいと思ったことないですか？原因がよく分かっていない、ね、難病を治す薬が欲しい、ね、そんな願いね、叶うかもしれません。僕は願い続けていました。思い続けていました。この動画で唱え続けていました。まあ、ニュースを見た人はね、もうすでに僕が何を言いたいかがお分かりでしょうけども、その通りなんですよ、皆さん。ということでね、この度 iPS 細胞がですね、がんの治療に使われるかもしれないという実験がね、行われました。いやー、素晴らしい。国内初、もちろん世界初。いやー、ほんまにね、すごいですよね。もう願えばね、叶うんですよ。しかしですね、実験が行われ始めただけで、まだ決定ではないんですけどもね、もうそうなんですよね。その iPS 細胞がね、まだ確実に使われるかどうかは決まってないんですけど、まあ実験が始まってからは、まあ、順調にね、ことが進んでるみたいなんですよ。とね、まあ、昨日のニュースでは言っていました。そんなね、今回の実験なんですけどもね、まあ、そもそもね、まず iPS 細胞とはどんなものなのかをね、改めてね、お話しますとですね、iPS 細胞というのは細胞を培養して人工的に作られた多能性幹細胞のことです。2006年にね、京都大学の山中教授がね、作ってね、まあ、2012年にですよ、ノーベル医学賞、生理学賞かをね、受賞したね、まあ、とんでもないね、発見でございます。とんでもない細胞なんでございます。まあ、そのとんでもないすごいものがですね、まあ、どのようにがんの治療にね、使われているかと言いますとですね、まあ、簡単に言いますとですね、まあ、簡単じゃないかもしれないですけど、まあ、人間の体にはですね、がん細胞ができたら、まあ、それをね、攻撃してくれるね、NK 細胞、NKT 細胞か、ナチュラルキラー T 細胞というものがあるんですよ。しかしですね、がん細胞というのも、生き物なので、それにね、NK 細胞に対抗してしまって、勝ち進んでいくわけなんですよ。で、どん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 自分の領土を拡大という感じで、細胞分裂、がん細胞自身がね、細胞分裂をこう経てね、経て、増殖していきよるんですわ。ほんで、まあ、対抗して増殖していくので、NKT 細胞のね、攻撃がね、追いつかずにね、負けてしまうわけなんです。そこで、健康な人の体から NKT 細胞をもらって、それを iPS 細胞を使って、増やして、患者さんの体に投与して、がん細胞をやっつけてもらうという治療法でございます。いや、すごいですよね。めちゃ簡単に言いましたけどね、分かりいただけましたでしょうかね。ほんますごいですよね、ほんまにね。で、そのニュースによればですね、まあ、人工多能性幹細胞、iPS 細胞から、製作したナチュラルキラー T 細胞という免疫細胞を、がん患者に移植する世界初の治療について、千葉大学のね、理化学研究所の研究チームがですね、移植の手術をね、実施したことが21日に分かりましたと。で、手術は成功したということです。iPS 細胞を使ったね、再生医療のね、研究でですね、がん患者に移植手術を行ったのはね、国内で初めてだそうです。これね、まあ、移植ってね、今言いましたけどもね、NKT 細胞をね、患者さんに投与することっていうのは、細胞を投与するわけなので、まあ、移植なんですよ。で、ほんでね、その NKT 細胞っていうのは、血液細胞の中にあるね、白血球やリンパ球に分類される細胞の中のね、免疫細胞の一つなんですよ。まあ、このお話っていうのは、まあ、僕の動画をずっと見てくれてる人はね、もう知ってますよね。白血球やリンパ球の、ね、中にね、NKT 細胞が、ね、ありますよっていうのをお話してるんで、ご存知だと思うんですけども、まあ、移植は移植なんですけども、僕がしてもらったのは骨髄移植で、今回の NKT 細胞の移植とはね、異なります。ね、NKT 細胞っていうのは骨髄がね、細胞分裂を経てできる細胞なんです。なので、要は、血液細胞を移植することになりますので、まあ、輸血もそうなんですけども、まあ、何ら変わりないとね、思われがちなんですよ。でも、それは仕方ないんですけども、まあ、そもそも移植の目的がね、違うためにですね、同じ種類のものは使えません。まあ、がんも、僕がなった白血病もね、細胞ががんになるということなので、もしこれがね、同じことなのだとしたら、白血病にも、
iPS 細胞でね、増やしたこの NKT 細胞をね、移植することができたらね、白血病の治療の道もね、少しは開けると思うんですけどもね、まあでもまだね、iPS 細胞でね、実験は始まったばっかりなので、まあそのね、可能性にね、期待しましょう。まあそれとも先日にもね、その、光免疫療法というね、癌細胞に特殊な光をパッと当てる治療法をね、前回紹介したんですけどもね、ほんまに、まあ、つい最近の話なので、まあ、僕が生きてるうちにね、まあ、こんなにもね、可能性が広がっていく状況がね、訪れるなんてね、思ってませんでした。まあ、まだまだね、その何十年何十年もこう先の話やなと思っていましたからね、ほんまにね、驚きです。で、その光免疫療法の時でもね、お話ししましたけどもね、こういった新しい治療法はね、口やね、喉などのね、頭頸部にね、癌ができて、まあ、抗がん剤などの効果が、ね、ない患者さんに、新しい治療法として使える可能性があるということで実験が行われています。でそこでね、今月の、まあ、先週か14日ですよね、千葉大学のね附属病院でね、それの実験が、治験なんですよ。それがね、実施されました。白血球やリンパ球の一種でね、そのがん細胞を攻撃する働きを持つ NKT 細胞を健常者から採取して、iPS 細胞を作成して、でここから再び NKT 細胞を作って、大量に培養してですね、患者さんのね患部に移植したということなんですよ。でこれまでにね、合計3回ね移植をして、安全性や有効性をね、まあ、向こう2年間ものね長い間をかけてね、こう確かめながらやってみるみたいなんです。まあ、2年間というのはですね、まあ、きっと再発する可能性もね、あるのでね、まあ、それも兼ねてあるんだとね、思います。まあ、抗がん剤が効かないとね、言われている、その、頭頸部がんっていうのはね、まあ、鼻や口などね、喉などにできるがんのことなんですけども、国内のね、患者さんはね、推定でね、結構ね、いてるんですよ。数万人はいてるみたいなんですよ。まあ、今回はね、その NKT 細胞なんですけどもね、その、そもそも NKT 細胞を、がんになってる患者さんから採取して、増やして再び体内に戻すっていう治療法もねあるんですけども、まあ、この NKT 細胞というのはね、まあ、体内に、ね、わずかしかいなくて、増やすのに結構時間がかかるんですよ。でそこで iPS 細胞を使えばね、まあ、十分な量で素早く治療できるので、まあ、今回は健康な人の NKT 細胞を使うということで、患者さんの弱ったね体からね採取したものを使わずに、そういったことを行うことになったんだと思います。でもここでね、もう一つ考えられるのが、骨髄移植や、ね、輸血のようにですね、同じ方か遺伝子レベルで近いね、その NKT 細胞じゃないと難しいですね。なんて言ったんやろ。血液型でも一緒ですやん。B 型の人だったら B 型しか、移植できへんわけでしょ。輸血できへんわけでしょ。そのように、NKT 細胞自体が、健常な人でしょ。で、病気の人だとしたら、それ自体も近い形を持った細胞同士じゃないと、まあ、移植できないと予想されますので、きっとその実験も兼ねて健康な人からもらうという方法も考えられるのではないでしょうかね、と僕は思ってるんですけど、まあ聞いてないか分かりませんけどもね。まあ始まったばっかりの実験やしね、まあ2年間見ていくと言ってますし、まだまだたくさんの患者さんでね、その治験をねすることでしょうからね、まあいい結果をね期待しましょう、という感じでございます。もう嬉しい感じのね動画でした。今回は久しぶりにね、こういったね発見、新しい発見がねできるというのはね、すごいね、患者にとってはね、すごい嬉しいです。もう希望の光がパーンってこうね来たって感じがするんで、ほんまに、いい結果を期待しましょう。そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。